皆様こんにちは、加用まりのでございます。今日はですね、司法書士と SNS をテーマにですねお話をしていきたいと思います。 SNS をねやることによって稼ぎにつながるのかっていうお話をしたいと思うんですけど、最近合格された方も多くて、新人の方でこれからねどういう形で集客していこうかとか考えている方のね一応参考になればということで、私のケースとかで、ね、交えながらお話ししたいと思います。まず YouTube ですね。この YouTube なんですけど、YouTube から直接仕事の依頼が来るっていうのは、昔はですねあったんですよ。まだ YouTube 事業が全然やっていない頃に私やっていたので、それを見てですね会社設立をお願いしたいとかっていう方いらっしゃったんですけど、今は事業の方かなりの数の方がね YouTube 参戦されているので、そういう依頼はなかなか来なくなったのかな。相談ベースでは来るけど、ダイレクトな仕事依頼っていうのはちょっと難しくなっていて、どちらかというと YouTube は自分のブランディングとかのためにやっていくっていうような形になると思います。プラスですね、 YouTube だと収益化できるので、条件ありますけど、収益化できるのでプラスアルファのおまけの収入を得ることができるってことで、これ結構いいなっていうね、感じかなと思います。であとは別に再生数回らなくても YouTube に顔出ししていろいろとですね業務の話をしているっていうだけでお客さんの安心感につながったりとか、あと、自己紹介のね YouTube を撮ってそれをね、ホームページに埋め込んだりとかするために利用したりとか、業務の備忘録とかそういう形でいろいろとね利用されてる、活用されてる方結構多いなと思います。あとはやっぱお客さんも顔出しして YouTube やっている先生に会うと嬉しいみたいなね、そういうのもあって、資料の YouTube は再生数とか登録者関係なくやった方がすごく有利になるんじゃないかなと思います。もちろんテーマ次第とかだと思いますけど、私はそのすごく他の資料と比べて全然違う SNS の使い方してますけど、多くの人は自分のその仕事に直結した発信してて、それはそれで正解だと思いますけどね。はい、いいこと多いと思います。それから X、 旧 Twitter ですね。これどうなのかってことなんですけど、なかなかね難しくて、 Twitter とかだと同業者の友達を作るのに結構使ってる方が多いかなと思っていて、同業者同士で、集まってオフ会なんか開いて仕事の情報交換したりとか、行政書士の先生とかかなりやってる方多いんですけど、専門分野いろいろあるじゃないですか。建設業専門とか風俗営業専門とか、いろんな分野があって、その分野同士で皆さん仲良くなって仕事をなんか振り合ったりとかっていう形で活用されている方も多いのかなって形ですね。だから、X、Twitter に関しては仲間作りで、もちろんそこから仕事につながるってことで、間接的にもちろん仕事につながる可能性が高いと思います。それから Facebook、Facebook はこれは結構クライアントと使うことが多いかなと思っていて、クライアントのお客さんとかと会った時に友達申請しておけば、あとメッセンジャーとかでやり取りできたりとかするんで、それから顔を忘れないみたいな形でね、お会いした人に関しては友達申請するとかっていう形で、流れ的にね使っている方も多いのかな。私も結構お客さんは Facebook でつながっている方も多いですね。お客さんで言っても一元さんとかじゃなくて企業のお客さんですね、多いかなと思います。であとインスタに関してはですね、ちょっとわからないですね、収益化できるかどうかは。私もインスタやってますけど、インスタから直接仕事依頼っていうのは過去なくて、相談ベースはありましたけど、でもそういうのは全部事務所のホームページ貼り付けて、ここの問い合わせフォームから問い合わせしてくださいって全部送ってね終わりにしてしまうので、インスタ、私個人のインスタを見てそれに対するアクションとして仕事依頼みたいなのはちょっと今のところ実感としてはそんなにないかなっていうところですね。インスタの場合やっぱりインフルエンサーの仕事があるんじゃないですかね。私の友達とか資業でもインスタでフォロワーめちゃくちゃ多い資業の人いますけど、仕事依頼って言っても資業の仕事が来るんじゃなくて PR の仕事が来るって言ってました。はい、インスタはそんな感じだと思います。で TikTok やってる資業の先生結構いるんですよ。で TikTok はどうなのかって話なんですけど、難しいです。これ TikTok って YouTube とかインスタとかって結構実力世界でフォロワーいなきゃ発信しても誰にも見てもらえないんですけど、 TikTok って多くの人に見てもらえる可能性があるんですよ、フォロワーがいなくても。それはやっぱり動画が長く見られて、皆さんこうスワイプしていろいろ見ていくんで、その要はフォロワーが少ない人も見られるチャンスっていうのが平等に与えられていて、でその動画がたまたまですね滞在時間が長ければ AI が反応してもっと多くのおすすめに載ったりとかして、で時にはフォロワーが別に10人台とかでもその動画だけは
何十万回も回るとかっていう現象とかが起きるのが TikTok なので、その現象をうまく利用していろんな人にアプローチできればいいんですけど、やっぱ TikTok 見てる層って若い方がいらっしゃるがかなり多いので、なかなかそこからですね仕事っていうのは難しいのかな。やっぱ TikTok もインスタと同じで PR 案件にどうしてもなってしまうのかな、美容とかそういう形で。まあ、あとは資格なんか資格学校とかがね資料請求とかしてもらえればいいなって形で、まあ、使ったりとかだったらできるかもしれないですけど、まあ、例えば TikTok 見て相続依頼したいとか設立依頼したいとかってなってくるとちょっと難しいんじゃないかなと思います。ゼロではないと思いますけどね、はい、だ TikTok 資料みたいなのとかいいかもしれないですけど、どうですかね、やってる人結構多いんでね、もう TikTok 力入れるんだったら YouTube とかで情報発信してそれをブランディングにしていった方がいいかなと思います。で YouTube とかでセミナーとか公開してでどんどんセミナー実績積んでいくとか、そういう使い方の方が私は賢いと思います。で次、最後ホームページ、まあ、これホームページ持ってない修行はさすがにいないと思うので、ちょっとねホームページがないって時点で結構ね私的にはもう信頼薄いくて難しいので、ホームページはそもそも絶対作るってことが条件になってくるのかな。ただホームページで集客したかったらホームページの価値を上げていくしかないので、しっかり作り込んで毎日新しい情報を更新したりとか改正ポイントを書いたりとか、そういう形が必要かなと思います。ちなみに私のですねホームページはすごく Google からの評価が良くて ありがたいなと思います。だってもう 4,5 年ですかね、まあ、本当に毎日のように改良を重ねてますので、そういうのはやっぱりね Google さんしっかり評価して上に押し上げてくれたりとかもするので、ホームページは持つことは絶対だけど余裕があればですねしっかりちゃんといじって更新して、で Google とかその要はSEO じゃないですけどそういうの研究してどうすればね、人の目に留まってくれるのか検索に引っかかるのかっていうキーワードとか抽出したりとか、そういう形でやっていくといいと思いますね。しっかり検索した時に上に上がってくるホームページを参考にしてね、何が書いてあるのかとか LP とかそういうのを研究して絶えずやっていくとホームページ集客なんかもできるようになる。ホームページ集客ができるとすごい楽ですね。うちの、仕事もホームページからの依頼っていうのは本当に月間数件ポロポロあるので、それはすごくありがたいなっていうことですね。まあいずれもねどれも全部ね積み重ねになりますので、まあ、無理なくね、まあ、Facebook はちょっとプライベート感強いですけど、まあ YouTube なんかはね本当に積み重ねて、あと X は、まあ、余計なことつぶやくことも多いと思うので、これやっぱ同業同士でわちゃわちゃやってるぐらいがいいと思いますね。はい、なので外向けはやっぱ YouTube 頑張っていくのが一番私はいいのかなと思いますけどね、まあいろいろ皆さんがね自分でこれが使えると思ったものを実践してみてはいいんじゃないかなと思います。もう全く SNS やらない先生もいますけど、まあだけどまあホームページだけはね、あと Facebook ぐらいはあった方がいいとは思いますけど、まあ無理ない形でなんか参考になればというふうに思います。ということで今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。